中国海軍の空母、福建が、電磁式カタパルトを使った海洋試験を開始する中、004型最新空母が、原子力推進との情報をキャッチしました。今回は、004型空母が原子力推進であったここを詳しく見ていくわけですが、問題は、福建の電磁式カタパルトが機能するのかどうかで大きく違ってきます。2024年3月5日から北京で開催されている全国人民代表大会全人代において、習近平国家主席は7日、全人代の軍代表団の会議に出席して、宇宙、サイバー分野を重視し、先端技術を用いた新興分野の戦略能力を向上させ、かつ、海上軍事闘争の準備と海洋権益保護、海洋経済の発展を統一的に進めよ、と指示したことを中国国営中央テレビが報じた。この習国家主席の発言を受けて、軍の代表を務める延花聡海軍政治委員が、7日までに、香港メディアの取材に対して、4隻目の空母の建造が進められていることを認めたが、実は、中国軍の高官が、4隻目の空母の建造が開始されていると明言したのは、これが初めてのことである。袁政治委員は、中国の空母建造技術に、ボトルネックとなる障害は何もない、と強調したほか、4隻目の空母は、通常動力ではなく原子力ではないかとの質問に対して、原子力推進の空母となるかどうかは、間もなく、正式に発表があるだろう、と述べた。中国が空母を建造する目的は、国家主権と領土の一体性を守ることであり、アメリカと戦うための軍備ではないと主張したが、近年において、海軍力の増強を急ぐ習近平政権は、空母の建造を重視し、すでに配備されている、遼寧と、山東に続き、現在3隻目の空母、福建が、試験航海の準備を行っているところだ。この3隻の空母の動力は、すべて通常動力だが、4隻目の空母が原子力推進となるのではないかとの噂があり、そうなると、中国海軍空母の航続距離が大幅に伸びることになり、さらに、長期間作戦が可能になるため、遠洋での活動が増えるだろう。しかしながら、中国は、空母に搭載する原子炉技術を確立できていないのではないかとの指摘もあって、実は、3隻目の、福建も、完成直前まで、原子力推進ではないかとの噂がつきまとっていたが、蓋を開けたら通常動力であったのだ。香港の英字新聞、サウスチャイナモーニングポストでは、2019年11月28日付で、国産4隻目の空母の建造が技術、資金面で保留されていると報じた際に、この空母は、003型、福建の2番艦と同様に、電磁カタパルトが採用されると書かれていた。中国は、建国された時から、陸軍国として、陸上兵力の拡充に努めてきたため、実際に、海軍の戦力は非常に低く、1990年代まで小型の旧式艦による沿岸警備隊のような存在であった。しかし、1996年に勃発した第三次台湾海峡危機において、中国は第二砲兵部隊の弾道ミサイルで台湾とアメリカを牽制したのだが、これに対し、米海軍はインディペンデンスやニミッツ、などの空母打撃群を台湾海峡に派遣し、中国は、その戦力に屈服する形となって、アメリカとの海軍力の差を目の当たりにした。この台湾海峡危機から、米海軍に対抗するために、海軍の近代化と攻撃型空母を保有することの重要性が見直され、この時から、中国は、海軍の戦力増強重視への方向転換を余儀なくされる運びとなったのだ。それまでの沿岸防御重視の体制から、日本の九州から南西諸島を経て、フィリピンから南シナ海を含む、第一列島線までの制海権を確保する近海防御へ戦略を転換し、新たな軍事戦略、接近阻止領域拒否 A2AD が策定され、その任務達成のために空母の保有を目指した。それまで空母建造技術を持っていなかった中国は、
旧ソ連時代に建造が開始されていたもののソ連崩壊によって、ウクライナにおいて、完成に近い状態で半ばスクラップ化して放置されていた、ヴァリヤーグを、ウクライナから安価で購入した。そして、2002年に大連に開港し、その船体構造などを調査した上で、001型、空母として建造を再開した経緯がある。日本の防衛省なども含む西側諸国で、中国は空母保有を実現するための技術研究開発を進めて、ヴァリヤーグを完成させるとは考えていなかったが、中国が2011年7月に空母を建造中であるとの公式発表を受けて、ヴァリヤーグが中国の空母として生まれ変わることを知ったのだった。それから、2012年9月25日に、中国初の空母が事実上就役し、遼寧と名付けられたことが発表されたが、この時点でも、西側及びロシアの軍事専門家の間では、中国海軍が空母として運用されるまで数年かかる、との見方が多くて、近々の脅威とはならないと見られていた。しかし、その1ヶ月後の2012年10月12日に、中国は J-15 戦闘機によって、タッチ&ゴーなどの発着艦訓練が遼寧で実施されていることを発表し、11月には、艦上発着艦訓練を実施している様子の映像が公開され、西側やロシアの想定よりも早く空母運用が開始されるとの見方が広がりつつあった。それから4年後の2016年12月に、中国メディアは、空母、遼寧を含む艦隊が、渤海で、初の実弾演習を実施したことを伝え、日本の防衛省からは、遼寧艦隊が、東シナ海中部の海域を投進しているのを確認したことも公表された。その際、遼寧の他に、052D 型、駆逐艦1隻、052C 型、駆逐艦2隻、054A 型、ミサイルフリゲート2隻、056型、コルベット1隻、903型、補給艦1隻からなる8隻の艦隊行動が初めて確認され、中国海軍が南西諸島を越えて、西太平洋における外洋航海を実施した最初の事例となった。その間にも、中国は、順当に空母建造技術を高めていき、2016年1月には、遼寧省大連市の大連船舶重工集団において、初の純国産となる、002型、空母の建造が開始されていることを公表した。この、002型、空母は、001型、遼寧、ベースとして設計された改良型であり、遼寧と同軸スキージャンプ式が採用され、通常動力を搭載した排水量7万トンの大型空母であることや、中国国産の艦載機を搭載することも明らかにされた。そして、2017年2月、002型空母を、3頭と名付けて4月に進水した後、2019年12月17日に南海艦隊所属の空母として就役して2隻目の中国海軍の正規空母となったのだ。これら2隻は初艦にスキージャンプ方式を採用し、若干には艦尾の飛行甲板上のワイヤーにアレスティングギアを引っ掛けて制動する短距離初艦高速着艦方式の空母であったのに対して、次の003型空母が、米海軍の原子力空母と同様の電磁式カタパルトを用いた、カタパルト発艦高速着艦方式であることが建造中の、003型、空母を撮影した衛星写真から2019年に判明し、その3年後の2022年6月に進水して、復権、と名付けられた。このように、中国は、これまで、空母建造の技術を短期間で吸収していることや、すでに原子力潜水艦を建造していることから、空母に搭載する原子炉の製造技術に問題がなく進んでいるとされ、香港のサウスチャイナモーニングポストでは、2021年に004型空母が中国初の原子力空母となる可能性があると報じていた。しかし、その後は情報が更新されないまま今日に至っており、全人代での遠政治委員の発言がそのまま原子力空母の建造を示しているのかどうかの判断は難しい。中国進出による台湾海峡や東、南シナ海で緊張が高まる中、習政権は、
今年の国防予算を前年比 7.2% 増とすることを全人代で提示するなど、近年の中国経済が厳しい状況に置かれつつも軍拡を進める姿勢を誇示しているが、実際に原子力空母を保有した場合、それにかかる膨大な維持費を確保し続けることができるのかと疑問視する声が多く挙げられていて、004型空母が原子力空母となるかどうかは、2024年3月20日時点でも闇のベールに包まれたままである。2024年1月2日、中国国営テレビは、2022年6月に進水して偽装工事を進めている3隻目の空母福建の最新映像を公開しました。これについて元海上自衛官であり、中国軍事情勢に詳しい笹川平和財団の大氏の指摘によると、福建の偽装が順調に進み、試験公開が近いことを強調する狙いがあるのでは、ということです。中国国営テレビは、偽装工事に携わっている福建乗組員へのインタビューを放送。乗組員たちが自分たちに託された重い使命を心に刻み、計画に基づいて空母の試験を進めていくと語っている様子を伝えました。中国海軍の3隻目の正規空母である003型空母福建は、上海の恵南造船集団有限責任公司で建造され、2022年6月17日に進水しました。中国海軍では、これまで、001型空母遼寧を北海艦隊に配属し、山東省の青島軍港を母港としていました。002型空母山東は、南海艦隊の海南省造亜に配備されています。3隻目の福建は、その担当海域に、台湾を含む東部戦区の東海艦隊に配備されると推測されています。艦名の由来となった福建省ですが、現在の最高指導者、権力者である習近平国家主席が、かつて長年にわたり勤務したとされる土地なので、同省名をつけたとみられます。これによって、中国が福建にかける期待の大きさと、習近平主席の業績であると、ことを強調する狙いがあるのではと見る向きもあります。空母福建は、純国産空母としては2隻目で、独自構想で設計から計画され建造された空母としては、初めての空母として、偽装工事を終えて2024年中には就役するとみられています。中国は、その建国以来、ロシアと肩を並べるほどの陸軍大国でしたが、1996年、平成8年に発生した第3次台湾海峡危機で、アメリカ海軍が中国近海に派遣した正規ゾラブ・インディペンデンス及びニミッツからなる空母打撃群に対し、中国軍は、台湾海峡や東シナ海、南シナ海などの沿岸に配置した第2砲兵部隊の地対艦ミサイルで牽制するより他になす術がなかったそうです。つまり、アメリカとの外洋作戦における軍事力の差を見せつけられたというわけです。この屈辱的な事実をきっかけとして、海軍の一刻も早い近代化の必要性と、アメリカ海軍の空母打撃群に対応できる正規空母の重要性を唱える声が高くなり、中国人民解放軍は、海軍装備の近代化と充実を優先する方向転換を余儀なくされたのです。これらによって、中国は、それまでの沿岸防御重視から、九州から、沖縄本島を含む南西諸島を、から南シナ海全域を領海とみなす第一列島線内での海上優勢を確保する近海防御重視へ戦略を転換しました。そして、新たな軍事戦略、接近阻止、領域拒否、A2AD を策定したのです。中国海軍は、それまで未経験だった空母の建造について、アメリカ空母に対抗すべく、独自技術を構築していた旧ソ連海軍の建造技術を学ぼうとしたようです。旧ソ連海軍が建造を進めていたものの、1991年、平成3年に、旧ソ連崩壊により、建造途中で中止され、ウクライナの所有となって、空母に目をつけました。アドミラル・クズネツォフ級空母バリャーグは、ほとんどスクラップ同然の状態でしたが、海上に使用するという名目で、民間企業を、隠れ蓑としてウクライナから購入したのです。中国は、このバリャーグを、2002年に、遼寧省大連港まで開港し、2005年から、再び空母として運用するための改修工事を行いました。
2012年9月に、スキージャンプ方式のストバーの001型空母リョウネイ、満載排水量約6万トン、全長 304.5m、最大幅 70m として再生させ、中国海軍初の正規空母として就役させたのです。中国海軍は、前述のリョウネイを改修時に習得した空母建造技術を活かし、リョウネイのコピー版とも言うべき002型ソラカー3トン、満載排水量約6万7千トン、全長 315.5 メートル、最大幅 75.5 メートル、個人国産空母として、2016年、平成28年から建造開始しました。翌年2017年2月に進水、2019年12月17日に就役させたことで、中国海軍は、正規空母2隻の体制になったのです。リョウネイと3トンの空母は、艦載機発艦に際しては、スキージャンプ方式を用いるストバー方式で運用していましたが、艦載機である、艦上戦闘機 J-1 後は、燃料や兵装を満載した状態で発艦できず、さらに、想定数、延べ出撃機数も制限を受けるので、攻撃力については疑問視されていました。そのため、3隻目の空母となる003型については、アメリカ海軍の原子力空母と同様、カタパルトで艦載機を射出して発艦させるキャタバー方式が採用されることになりました。その結果、基準排水量7万8000トン、満載排水量 80.000 トン以上、全長320メートル、水深幅38メートル、最大幅 75.5 メートルのアメリカ海軍の原子力空母と、遜色のない戦力を保有する空母として、福建が建造されたのです。福建の搭載可能な航空機数は、サイズが大きいため、リョウネイや3トンよりも、はるかに多く60から70機とも言われます。カタパルト方式が採用されたので、艦載機の想定数が大幅に増加、燃料、及び兵装を満載した状態で発艦することができるようになったのです。福建がキャタバー方式で建造されることが明らかにされた当初は、純国産空母に搭載されるカタパルトは、アメリカ海軍のニミッツ級原子力空母と同じ蒸気式カタパルトが搭載されるという声が多かったのですが、2017年7月、中国が、電磁式カタパルトの自主開発を進めていて、蒸気カタパルトとの比較試験を開始しているとが報じられました。蒸気カタパルトは、空母のボイラーで生じた大量の蒸気の力を用いて艦載機を射出しますが、電磁式カタパルトはリニアモーターで艦載機を射出させるので、短時間で連続発艦させることが可能です。それだけではなく、艦載機の重量に応じて最適なスピードで発艦させられるので、艦載機の寿命を伸ばせるなどのほか、艦内の蒸気を運ぶためのパイプなど関連設備が不要になるので、その分のスペースを他に利用できるというメリットがあるのです。ただし、電磁カタパルトにもデメリットはあります。運用には大量の電力が必要とされるので、半永久的に大量の電気を発電できる原子力空母でなければ、連続的な運用はできないという意見があるのです。現時点で電磁式カタパルトを採用しているのはアメリカ海軍の最新鋭原子力空母ジェラルド・ R ・フォードだけです。この空母はニミッツ級原子力空母を就役させて以来、アメリカにとって約40年ぶりの就役となる最新鋭空母で、10万トン級の巨艦の動力源である原子炉はニミッツ級の3倍もの発電力を発揮するそうです。カトバー方式の原子力空母運用にかけては、ニミッツ級で定評のあるアメリカ海軍ですが、そのアメリカでさえ、電磁カタパルトを空母へ搭載するについては、強大な発電能力を持つジェラルド・ R ・フォードでなければ運用できないと推測されているのです。となると、空母でのカタパルト運用経験のない中国が、発電能力の低い通常動力型空母において、電磁カタパルト運用が可能であるかどうか、疑問視する声がかなりあるようです。福建の情報としては、航行用の3機のディーゼルエンジン以外に、電磁カタパルト用の電力を確保するため、ディーゼルエンジンを、さらに2機搭載しているとも言われていますが、真偽のほどは定かではありませんし、就役後に、電磁カタパルトが期待通りに働いてくれるのかは不透明です。その電磁カタパルトについては、
香港の朗報の報道があります。不当に停泊している福建が、電磁カタパルトの射出実験を行ったというのです。詳しく紹介すると、停泊した状態の空母から、車輪のある物体を射出するのに成功したということですが、映像からはカタパルトが作動しているようには見えないなどと指摘する厳しい声が上っているようですよ。